藤田玄派は、日本の作曲家、編曲家、東京府出身、国立音楽大学卒業、フルート専攻。卒業後作曲を学ぶ、ナオミ学園講師や専属学園音楽大学で、客員教授を務めた。2002年から2006年まで、日本吹奏楽指導者協会の会長を務めた。作曲活動のほか、還元楽作品から、ジャズ、 ポピュラー音楽などの幅広い吹奏楽編曲で知られる。2013年1月30日、肺炎のため死去、ミカエル・フジタ原となった。76歳ボー他多数他多数、作曲家の藤田玄馬さん死去元日本、吹奏楽指導者協会会長。朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m o b i t u a r i e s u p d a t e 0 1 3 1 t k y 2 0 1 3 0 1 3 1 0 4 0 3 h t m l 2 0 1 3年2月1日閲覧フェスティバルマーチをもとに、大橋幸男の依頼を受けて、ブラスオルケスター用に開作したものが、キャンパスフェスティバルマーチであり、 国立音楽大学の吹奏楽演奏会において演奏され続けている。ヨドアキラ、キャンパスフェスティバルマーチ、パルランド第274号、国立音楽大学附属図書館、2012年4月2日、1ページ。ありがとうございます。